みんんなな仕事にに疲れてない、はいはは、こちえっと今日はねあのー、この写真ね見てもらってまあ皆さんね同じまあ共通点にたどり着くと思うんですけどまあサラリーマンの方ねえー、まあ仕事にね多分疲れてると思いますでえー、今のねこの社会コロキくんのね問題があって今ね仕事のね量がね増えてるんですよ うん、そのいろんなね、コロキチ君の対策もそうだし、いろんな意味で、仕事がね、一人当たりの仕事が増えてます。で、すごくね、こう、忙しいのに、忙しくて、忙しくて忙しいのに、あの、ボーナスがね、減ったりさ、えーまあ、カットされたり、ね、場合によってはね、なんかないとかね、いうところもあります。で 本当ね、こ,ういうこういう時こそね、まあ、ボーナスを支給してくれる会社がね、本当は、ね、いいとは思うんですけど、そのやっぱりね、労働者が辛い時、労働者が辛い時こそ、やっぱりね、えーまあ、給料が、ね、ちゃんともらえる会社っていうのは本当は一番いいと思います。ただね、あの世の中でそういう会社ばっかりじゃなくて、ちょっと景気悪くなるとね、じゃあボーナス減らしそうとかなって、 えーまあ、そのね、痛手を受けます。まあ、これはね、労働者はね、絶対受け,受けます。っていうのも、会社から搾取されてるからなんですよ。僕ね、以前にちょっと言ったことあるんですけど、労働者でいる限り、ずっとね、会社から搾取されます。えー、搾取されるっていうのは、労働力の搾取もそうだし、えー、時間的な搾取もそうだし、えーまあ、いろんなね、搾取をされます。 あと、やりがい搾取ね。最近よくね、出てるけど、やりがいだけね、言われてね、給料が安くてね、長時間労働とかね、いろんなね、搾取をされるというわけです。で、その中でさ、あの、僕はね、あの、サラリーマンがね、いいとはね、一言も思ってないです。あの、これね、マジでそう思ってて、サラリーマンがこれから生きていくためには、サラリーマンだけじゃダメなんですよ。だからもうサラリーマンの時代は終わります。 あのー、これね、どういうことかというと、そのサラリーマンだけで生きていけないんですよ。ちょっと昔はさ、終、あ、身、のーまあ、雇用で、まあ、定年がね、えー、定年までね、まあ、ある意味ね、えー、会社が、ね、ずっと、まあ、なんていうの、まあ、雇ってくれるっていう、そういう、ねまあ、時,代でもあ時代であったんですけど、これ、ちょっと前までね、でも今はね、もう、あのー、定年なんか合ってないようなものだから。 あの建前上はあるんですよ。建前上。これね、忘れないでほしいのは、建前上は定年があると。定年があるんだけど、実際ね、定年まで入れるかっていうと、入れない、そういう時代なんですよ。だから、その、これからね、サラリーマンってどうしないといけないかというと、これはね、あの、サラリーマンだけで生きていけないんです。生活でしていけないと。僕はね、そこに危機感を持ってます。なので、えっと、僕の動画でね、皆さんに本当言ってることは、 あのー、サラリーマンだけじゃ生きていけないから、えー、企業、自分のね、ビジネスを持つこと、これをやった方がいいっていう話をします。で、えー、これ本当で、あのー、皆さんつらいと思うんですよ。サラリーマンでさ、えー、社畜になってさ、あと、ボーナスもさ、えー、出なかったり、減ったりして。だから、 それが、ね、自分のビジネスを持って自分の、ねえー、企業を持ってやってれば会社に何か言われることはないしなんか会社が、ね、業績悪くてもあの自,分は、ねえー、を自分が仕事をやった成果ていうのはそれで、ね、出てきたらあのお金になるわけですだからあの会社に依存しすぎないこれがこれからの社会を生きていくためで必要なこと だと思います会社に依存しすぎないっていうのはさ、あの会社がねもう終身雇用、定年まで雇ってくれる時代じゃないからです。これはね、あの労働者がねしっかりしとかないと、会社はねあの建前上は終身雇用で、えー、働きやすい職場とかさあの長期で働ける職場を作るって会社は言うんだよ。これね、建前だから。 あのそうじゃないとさ、あそこの会社なんか若い人ばっかりでさ、なんかすぐ辞めてさって評判になっちゃうと誰も来なくなるでしょ。だから建前上は終身、えー、雇用であの定年まで働けるという建前はあるんだけど、ただそれがね、現実的かっていうと、まあ、現実的にはないんですよ、大体。でもそれがね、どんどんこれから崩れてくるという傾向にあると思います。もちろんね、 あの一部の、ね、会社、一部の,、ね、あの会社ではね、あの4 5 0代がばっかりの会社とかもあると思うんですけど、逆に若者が来ないとかね、あると思うんですけど、まあ、そういう会社はね、結構地方の方がメインで、あのまあ、都心部っていうのは大体ね、定年が合ってないようなものなんですよね。うん、だから、そこはね、大変だと思います。だから絶対ね あの自分のビジネス持って、自分の企業持って、自分のね、まあ、あのいわゆる、なんだろうな、えー、やりたいこと、やりたいことで成功するって、これが僕はね、一番大切だと思います。やりたいことをやらないと長続きしないんですよ。あの、やっぱりね、企業もビジネスも、やっぱり自分が好きなこと、自分が面白いなと思うことをやらないと、絶対長続きしない。で、特に初めてやる方はね、あの、絶対ね、自分の、 面白いと思うこと、興味あることからやって、で、小さく始めて、まあ、それをねある、ある程度成長させていくっていうのが大切だと、僕は思います。っていうことで、まあ、僕もね、えーまあ、そういうね、終身行為はもう、ね、なくて、あのー、サラリーマン大変なんだっていうことをね、えー、まあ、一応言ってるんで、僕もね、実践をまあしてる側です、えー。まあね、皆さん一緒に頑張っていきましょう。ということで、えっと、今日はね、 この辺で終わりたいと思います。えっと、ツイッターね、公開してますので、ぜひね、ツイッターの方にコメントいただいたり、もしくはね、えー、YouTube の下の下にコメントいただければと思います。ということで、これぐらいかな、今日は。うん。まあ、近年ね、あの、話すと本当長くなってくるんですよ。近年ね、あの、起業する人増えてます。これね、本当に。 サラリーマンが起業するって非常に増えてるので、僕はね、働き方としては絶対いいと思うので、えー、ぜひね、皆さんもね、自分のね、好きなことから、まあ、やってみてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。